1937年、蒋介石はこの場所で日本への抗戦を呼びかける抗戦宣言を発表した。地に南北の別なく、人に同様の別なし、何人も皆国を守る責任を有す、という抗戦宣言は廬山図書館とともに歴史に名を刻まれることになった。このビロ別荘に最初に住んだのはイギリス人のシートンだった。その後イギリス人宣教師バリーが購入し、1933年蒋介石と妻の宋美齢がこの別荘の主人となった。1937年6月、ビロ別荘の応接室で中国共産党の周恩来が起草した抗日戦線の共同綱領が国民党の蒋介石に渡された。こうして第二次国共合作が始まったのだ。1948年8月18日、蒋介石と宋美齢は別荘の庭に石刻を残したままここを立ち去り、二度と戻ることはなかった。1959年、毛沢東は50日間にわたる廬山会議の期間中、ビロ別荘に滞在した。1960年には毛沢東の別荘が建てられたが、61年と70年の廬山会議の期間中も毛沢東はやはりビロ別荘に滞在した。1927年、廬山での夏工業一家である。55年後の1982年、夏工業の息子梁少氏は蒋介石の息子で当時の台湾総統蒋介石に手紙を出した。時の情勢に乗じ歴史の責任を負い、断固和議を求む、と書いた梁少氏は、国家統一後蒋介石の遺体を故郷の宝華かゆかりの地である南京、あるいは廬山に移すよう促した。ビロ別荘には今でも宋美齢の描いた3枚の絵が保存されている。偶然の一致だろうか。描かれているのは梁少氏の手紙にあった宝華、南京、そして廬山だった。この3つの場所は蒋介石と宋美齢にとって思い出深い土地だったのである。1931年、初めて廬山に登った地質学者の李始光は、およそ1万から260万年前に形成された氷河の跡を発見した。この重大な発見は世界の地質学界に衝撃を与えた。廬山の持つ自然の景観、山水は全て氷河の活動によって形作られたものだったのだ。廬山植物園は1934年に建てられた。そこには園内外から3400種余りの植物が移植されている。特に活化石という名の中国メタセコイアの移植の成功は、植物科学界の歴史に新たな1ページを加えることになった。廬山の豊かな研究材料において第4期氷河期の痕跡は最も重要なものだ。廬山は第1回世界地質公園大会でユネスコから世界地質公園の指定を受けた。白鹿洞書院は千年余り前の唐の時代に建てられた廬山で最初の学校である。800年前の宋の時代には朱子学の創始者である子規により修築され、全国四大書院に数えられている。ここには子規が自ら作成した教育規範が残されている。初めて教育に方法論を持ち込んだことで世界の教育界から注目を集めている。廬山が
教育の山と称えられるゆえんだ。美しい廬山の風景と中国伝統文化の融合が20世紀初めにここで育った外国人の子どもたちに大きな影響を与えた。廬山のクーリンアメリカンスクールは1916年に設立され、1921年本館と別館が相次いで建設された。廬山の外国籍居住民が当時の学校の一日を撮影している。学校のカリキュラムは中国と西洋を折衷した柔軟なものだった。中国人教師は外国人の生徒たちに中国語や中国の伝統文化を教えた。生徒たちは中国の伝統劇を演じた。女子生徒は中国の伝統料理を学んだ。1939年4月、戦火が廬山に迫ってくると、廬山植物園の170箱余りの植物と岩石標本はクーリンアメリカンスクールに保護された。その時の校長はロイ・オールグッドさん。この写真の少女は彼の娘である。我这次到美国还真见到了罗伊校长的女儿瑞塔，而且我还去住了她家里。她也是在古里美国学校上的学，她给我提供了她父亲和当年庐山植物园主任钱仁昌之间的通信，信中说的正是植物园的这批珍贵标本放到美国学校保存和让她父亲看护植物园的事儿。世界は廬山を高評価する。廬山の独特な史跡は見事に自然と調和しており、高い価値を持ち合わせている。廬山は民族精神と生活が一体化した文化的景観を持っている。その評価を証明するように1996年廬山は文化遺産として世界遺産に登録された。シード・アンダーソンさんは1922年中国に生まれ、1930年から18年間クーリンアメリカンスクールで学んだ。2005年5月、シード夫妻は廬山に登りて長江を眺むるというロゴの入った T シャツを着て渡米した牡徳華さんを迎えた。別れ際に83歳のアンダーソンさんは牡徳華さんに一冊の本を送った。人生の思い出が書き綴られた本である。